今日ね、すっごい暑い日なんですけど、今から秋冬の洋服の展示会に行ってきます。で、その後ね、そのまま友達とディナーをしに行ってきます。友達と夜ご飯食べるのすごい久しぶりなんで楽しみです。では行ってきます。本日はアルページさんが運営しているブランドの秋冬服の展示会にご招待いただきました。お先に今後発売の新作をお見せしていきたいと思います。このグリーン可愛すぎませんか？グリーンを着こなせたらとってもおしゃれだなと思うんですけど、どうやって着こなそうか。やっぱさ、これ自体は可愛いけどさ、モコモコ、色味とかめっちゃ可愛い。え、これってさ、なんか色編集してる？このカメラ。あ、ちょっとね、薄くして、ね、編集の時に自分で色を足してる。全体的にラメの入ったコーディネートが多くて、コーディネート、素材が多くて、おしゃれなレストランに行きたくなるようなコーデです。私は洋服を買うときに、こう未来の予定を立てながら、こう一緒にどんな服を着たいかな、買いたいかなって、予定をね、立ててワクワクするのが好きです。皆さんはどういう感じでお洋服買いますか？で、私このカーディガンにフリルがついてて可愛いなと思って、このグレーっぽい色とピンクとすごく悩みましたけど、結局買わなかったです。で、素材がすごくモフモフでね、好みだったカーディガンにパールが半分埋まってるようなデザインのね、このコートもね、可愛いなと思いました。近くで見るとこんな感じです。羽織るだけでエレガントなカーディガン、こちらをね、チョイスさせていただきました。では、ちょっと早めのディナーということで、ラカンカさんにお邪魔します。ダイエット中に私がよく利用しているラカントっていうお砂糖があるんですけど、その会社がやっている、外苑前にあるおしゃれなレストランです。ラカンカを使用した体に優しいお料理がいただけます。いただきます。おばんざい。お互いの第一印象みたいな、どんなだったっていうのを聞きたい。ファッションとか、こうルックスは甘めじゃん。だけど実際会ったらめっちゃしっかりしてるっていうか。1回目で？なんかさ、もうだって1回目から私すごい喋りやすくて。1回目にすごい覚えてるのが、なんか今年絶対会いたい人のリストに私を入れてくれてたみたいなことを言ってて、年始に確かなんか書いたなんでって思った。聞けなかった。忘れた。会いそうだなって思った。なんでだろうね。
だってジャンル全然違うじゃん。その時私すごいダイエットの発信だったし、多分、うんうん、なんでだろう、雰囲気。私はもう本当に普通にめっちゃ可愛いと思ってその参考にしてた。ファッションとかユニクロのお洋服の繊維の話とかも勉強になるし、先生、ファッションの先生だし可愛いしみたいな感じで会ってみたかったのと、その時なんかいろんな人に会ってみたい時期だったっていうのもあった。だから今だったら恐れ多くて多分連絡しないと思う、今の私だったら。あんまりさ、人見知りするから、うん、初対面からあんまり話せること少ないので、うん、話しやすかった。そうだ思い出した。やっぱさ、普通に人と人が仲良くなるのって好きなものが同じっていうのが大きいと思う、うん、同じ芸人さんのライブに行ってたじゃん。そうだそうだ。多分それをインスタのストーリーとかに上げて、私も行ったんだけどみたいな。確かに。こんなマニアックなライブにこの方がみたいな。確かに。なんかその時に、うん、こっち系なんだって。そうそうそう。でも私はサオリン以外出会ったことがないから、うん、結構マニアックというか、まあ芸人さんいっぱいいるし、それもあってそれ関連の話ができるじゃん。その芸人さんのココのチャンネルとかサロンとか、それだ。そうだそうだ。で結構ビジネス系のチャンネルとかも見てる、なんかニュースピックスとか、うん、多分それで共通点結構多いなって思ったのかも。そうだね、うん、あれ確かに、でも共通点は多いよね、うん、多い気がする。なんかサオリンが初めて会った時から今もずっと謙虚なの。本当に謙虚、ある程度の気を使いながら接してきてくれてるのが分かるから居心地がめっちゃいい。そう、それすごいよね。別に謙虚でいなきゃとか思ってないから、ね、いやー分かんない。このチャンネルじゃなくてもう一個その趣味で始めた旅行のチャンネルも見てくれて感想をくれたりとか、だからマメな人だなと思って、それもすごいなと思う。でも興味あるからいやすごいと思う。興味あって見て終わりじゃなくてちゃんと伝えてくれるってところがすごいいいなって思う。だってマーニンが頑張って作ったんだなって思うのとか。そっか。そう、それすごいなっていつも思う。でもなんか内容的にやっぱ共感することとか、まあ、旅系だとさ、行ってみたいとか思うし、こういう感じで言いたくなる。YouTube を見るって結構な労力って分かるじゃん、作ってる身からしても、うん、だからすごい見て感想もらえるのめっちゃ嬉しいなって思う、ね、何事にも学びを得ようとする姿勢みたいな。なんか、うん、すごいちょっとしたこととみんな思いってしまいそうなことから、うん、何かを吸収してるなっていうのすごい感じる、うん。私いろんなことに驚いてなんか、これってこうなんだみたいな発見をすごいしてるっていう印象が、うん、合ってる、合ってる、すごい、めっちゃ理解してる私のこと。私の口癖、今日気づいたんだけどと、ここを発見したんだけどは、もう夫に多分何万回と言ってる、うん、うん、よく聞くかも、うん、発見が趣味かもしれない。すごいね、やっぱサオリンはさ、見てるよね、細かいところまで。しかもちゃんと言語化できるのがすごい。対談対談好きすぎて、対談チャンネルしか見てない基本。今も対談チャンネル、でも普通の人が知ってるので言ったら、あのピボットとか、うん、もう一個のやつ、うん、なんだっけ、あと芸人さんの対談も好きだから、カジサックとその芸人さんが対談するコーナーもめちゃくちゃ好きで、てかそれしか見てない、買った。でもカジサックの意向でそれが減っちゃったから。うん、甘い。美味しい。うん、うん、めっちゃ好きなタイプだこれ。飛ぶよ。
い甘め、うん、ごちそうさまでした。夜ご飯を食べて3時間語り尽くしてもうそろそろバイバイします。ごちそうさまでした。楽しかった、ね、たくさん話せてもう眠たいよ喋り疲れた喋り疲れた。また遊んでください。ねえ、また遊ぼう。おやすみ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。